ブライトンで躍動の三笘薫、プレミア週間ベスト11選出きた。プレミアリーグは7日、第7節のチームオブザウィークを発表。ブライトンに所属する日本代表 FW 三笘薫が選出された。選考役のアラン・シアラー氏によると、スパーズは彼のスキルと仕事量に対処することができなかった。彼はブライトンが後半に成し遂げた見事な逆転劇に貢献したと総括している。三笘の偉いところは DF のポジショニングを怠らないこと。シアラー全試合見てるってことか。1試合100分とすると10試合あるから16時間くらいだから可能か。どうなのっても選ばれてる。レスターで主要してブライトンに戻ってきてくれ。あれだけドリブル上手いのに球離れいいもんな。状況判断能力が優秀すぎるんだな。シアラーは多分三笘好きだよね。よくプレイを褒めてくれてるというか、プレイスタイルが好きというかファンなんだろうな。中村がフランスリーグで素晴らしいゴールを決め三笘がプレミアリーグの週間ベスト11。日本の左サイド最高。今季怪我なくやってほしいです。その時はライカビッグクラブですね。何気に見せるトラップの上手さにダイレクトパスの上手さ、勝負したらクロスまでほぼほぼ持っていく突破力も相変わらずすごかった。さらには抜くまでもなく早めのアーリー気味のクロスだったり、切り返して右足でクロスだったりといろんなバリエーションが見れたので、引き出しが増えてきた印象を受けた。アシストミスイレベルのシーンもあったし、クロスやシュートの精度が上がっていけばさらに驚異的な選手になれるね。三笘今のところマジでえぐいな。あとは怪我にだけ気をつけて。